二代目、市川紋之助の建て予作。完成六年五月、江戸河原崎座、恋女房、染分けたずなより、当主祭者楽が。二代目、市川紋之助とは、江戸時代中期の歌舞伎役者。拝名は海丸、新社、流社、矢後は滝の矢。縄文は三章に、弁のあざ。後三章に、門のあざ。替え門は丸に一の字。と八重太言うこと。 重岡十兵衛の子で、江戸王子滝の河村に生まれる。陽名は千吉。法歴元年、大阪で滝中鶴蔵を名乗って、初舞台。法歴六年、江戸に戻る。法歴九年十一月、二代目滝中秀松を襲名。法歴十二年に、初代、市川門之助の養子となり、また四代目、市川團十郎の門下に入って、市川弁蔵と改名。 名は7年11月、中村座の顔見せ、ぬえ、森一洋敵で二代目、市川門之助を襲名する。完成二年、甲州の亀や与平座にて、金本中心蔵で大当たりを取る。その四年後、病により没す。去年52、二代目市川八百造、三代目、沢村総十郎、初代、小野江松助と並んで、 当時の若手人気役者の一人に数えられ、和ごと、荒ごと、武道寺、舞踊を得意としたが、お山の役にも奮して、諸佐寺を務めた。長男に、初代、市川おめぞうがいる。ありがとうございます。